こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は身長153センチの方が着物ライフを始めようという場合にどんな点に注意をしたらいいのかという点についてお話をしたいと思います。身長153センチの方です。そういう方がお着物を着て着物ライフをスタートしたいなって考えた時に気をつけることって何かあるんでしょうか。着物はどうでしょうか。帯はどうでしょうか。そしてその他に何か気をつけることがありますか。そんな内容をこの動画の中でお伝えをしたいと思います。ですから153センチの方、その前後の身長の方、そして小柄な方が着物ライフをスタートさせる場合に参考にしていただけると思います。そんな方に今日の動画をおすすめしたいですし、それからお知り合いの方が、そんな方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画を進めてみてください。最後までご覧いただきますと、あ、これとこれとこれが注意点だなということがしっかり分かっていただけると思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ内容をたくさん発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。また着物初心者の皆様からのご質問をお受けしております。どうぞコメント欄からお気軽にご質問をお寄せください。さて、それではなぜこのように153センチの方っていうふうに申し上げるかということなんですけれども、標準がですね、158とか160前後の方を標準にして作られているものが多いので、様々な場面で何か気をつけることがあったら、そのようにしていただいた方が快適に着物ライフを過ごせますよね。ですから一つ一つ考えていきたいと思います。まずお着物ですね。お着物について何か気をつける点があるんでしょうか。お着物については端物幅というものがありますし、端物幅は限界があるんですけれども、背が高い方とかふくよかな方の場合はその端物幅が足りるのかっていうことが問題になりますけれども、小柄な方の場合はそれは特に問題ではなくなります。あ、着丈という点では、生地が余った生地というのはこの打ち上げという部分に入れてもらえますから、長い端物を短く切るわけではありません。使わない分は着丈はこの中に、打ち上げの中に入れます。また袖丈に関しては、もし袖丈をあまり長くしないようでしたら、この中に、この部分に中に入れている布があるんですね。この中に入れる部分の布が少し多くなるということになります。で、それはそれほど大きな問題ではありません。それから着丈もそうですし、幅もそうなりますね。それから幅に関しては、このお袖の部分と身ごろの部分の間、ちょうどこの縫い代の部分にそれぞれ打ち上げが入っているんですね。端物幅に対して袖幅はこれぐらいという寸法がありますけれども、その余った部分はこの中に入れているんです。ですから、解くとまた元の13メーターに戻りますというような構造が着物になりますので、特に着物の寸法としては問題はないと思いますから、ご自分の身長やスリーサイズですね、バスト、ウエスト、ヒップをお伝えして、そしてそれに合う着物をの寸法に仕立てていただければいいと思います。次に着物の柄ですけれども、この柄は、今日は私は浴衣を着ています。で、浴衣の場は決まった柄、こう何回も出てきて、同じ柄の繰り返しの柄付けになっているんですけれども、訪問着っていうのがありますよね。訪問着の場合は柄が絵のように描かれています。この上前の部分ですね、上前の部分が一番見応えがある柄になるんです。で、ところが160の方を想定して作られた訪問着というのは、柄が下の方に
たくさんあるものというのは身長に合わせて作りますと下の方の柄を見せないで中に縫ってしまうようになる場合があるんですね。柄付けの部分が隠れてしまうということがありますので、柄の位置については考えながら柄選びをする必要があると思います。繰り返し柄でしたら問題ないんですけれども、エヴァの場合は見応えのあるというと、こことお袖と上前に見応えのある柄を作ります。ですから、この特に上前の柄が下の方に絵柄がたくさんあるようなものの場合は、身長に合わせて長さを短くする可能性があるので、せっかくの柄が隠れてしまうということにも なりますから、訪問着などをお選びになるときは、その辺を考えられた方がいいと思います。着物の柄の大きさとかバランスなんですけれども、小柄な方は小柄がいいっていうことは特にないんですね。やはり柄のバランスなので、小柄な方でも大柄は似合う方がたくさんいらっしゃいますし、その方がお好きな方もいらっしゃると思います。で、その時にさっき申し上げたように、大きな柄が途中で切れてしまっておかしく見えるというようなことだけ気をつければいいと思います。上の方に柄がある、なるべく上の方に柄があった方が柄のバランスはいいと思います。上というのは上前の上の方ですね。訪問着の場合は上前の上の方に柄があった方がバランスがいいものが多いと思います。このような点が153センチの方がお着物をお召しになる時の注意点と思われます。お好きな柄でいいと思いますし、それが縞であっても動物柄であってもお花柄であっても特に制約はないと思います。お着物よりは帯の方が考えられた方がいいと思うんですけども、13センチで細いのは帯も細くていいですよね。それから短くていいと思うんですね。細い方には一般的な帯は長すぎると思います。それから細い方っていうのはお尻も細いですよね。そうするとこのお太鼓の幅が大きいんですね。お太鼓の幅というのはここですけれども、ここです。この幅がご自分の体型に対して大きすぎるということがあります。身長が153センチの方とかって言いますと、多分一般的なこの帯の高さですね、この高さが高すぎると思うんですね。もう少し狭くていい、狭い方が締めやすいしバランスがいいということになると思うんです。ところがですね、一般的なお仕立てでどんどん作っていただきますと、あんまりそんなことは考えないですね。あるいは仕立てる方がそうかなと思っても標準で作ってしまうことがあるので、帯を仕立てていただくときはその辺のことを少し気になさってお伝えした方がいいと思います。つまり身長やウエストをお伝えして、この身長やウエストに合うように仕立ててくださいというふうにお願いをする方がご自分の体型に合ったものができてくると思いますけれども、この上下のこの高さが高いものに関しては、これは九寸名古屋帯ですね。九寸名古屋帯ですから、帯を芯を入れて仕立てるので、その少し中に入れる布を増やして、この幅を狭く仕立ててもらうということができます。これ九寸名古屋帯の場合ですね。それから八寸の帯は自分で折って締めます。そうすると真半分に折っても長いわけですね。真半分に折っても長いですかね。でも折ってもう一回折ったりすることになるかもしれませんが、自分で折ることができるので、ご自分のサイズにすることができます。それからこのお太鼓の部分なんですけれども、このお太鼓の横幅ですね、この横幅に関してはやはりこう大きめな方というのは大きい方がいいし、それから細い方というのは
この帯も小さい方がいいんですね。それから上下の身長に合わせて、やはり上下のこうお太鼓の高さというのも少し大きめの方がお似合いになる方とか、少し小さめの方がその方らしいっていうことがあります。で、153センチの方ですと一般的な方よりは少し小さめの方が楽だと思います。楽でお似合いになると思うので、仕立てる時にご自分の身長とそれからウエストを伝えてください。で、それに合わせて帯の前幅、前の帯の前幅ですとか、それからお太鼓の大きさを調整していただいてください。で、柄によって調整できるものとできないものがありますけれども、例えば今日私がしているようなものですと調整できると思います。中に縫い込む部分を増やすことで調整はできると思います。これは9寸なのでそれができますけれども、8寸のお太鼓ですとできませんよね。ということで、帯によって違うんですが、153センチの方が一般的な帯の前幅ではやっぱりこの長さが長すぎて、ご自分自身がちょっとこう疲れるなっていうことになったり、それからバランスとしてこの部分が広すぎるようなことがあるかもしれません。で、この部分に関しては帯の仕立ての方にお伝えをして、小さくしてもらう、狭くしてもらうということができると思いますので、そのようになさってください。それから帯が長すぎるという場合は、切ってもいいものでしたらある程度切っていただいた方が使いやすいと思います。それからですね、帯の場合は一般的な帯のようにこう締めて身につけるということももちろんいいんですけれども、作り帯になさっている方が案外多いんですね。小柄な方の場合はやはりこう希望するお太鼓の大きさとか前幅のこう幅とかがあるので、それをもう最初から作り帯にしていただくという方法があります。作り帯というのはいくつかの種類がありますけれども、前と後ろのお太鼓がもう全部一体になってつながっている、それを2本の帯で体に締め付けるだけでもう背負うことができるというものが、もう完全な出来上がり系なんですけれども、そういうものがあります。そういうものの場合は、前はですね、このように2回巻けるように長い前の帯になっていまして、そしてこれにこの先の方にお太鼓ももう縫い付けてあるんですね。もう縫い付けてあります。ですから、この帯に巻いて、そして下の紐を締めたら出来上がるということになります。今日私が締めているのも作り帯なんです。ただ今日私が締めているのは一体型ではなくて2つに分かれているものなので、前の帯を2回巻いて巻きつけて紐で縛っています。この下の方の このような白い太い紐がありまして、こんな紐でぎゅっと締めて結びつけるんですね。それだけで帯の前は体につけることができます。そしてこのお太鼓というのはもう最初から一体化になっているものがあるんですけど、私の方は一体化になっていないのでちょっと外してみましょうか。この一体型と一体型でないものどちらがいいかというのはもう好き好きです。はい、私もいろいろ作って試してみたということになります。今お太鼓を外してみました。このように外れているんですね。で、前の帯だけ巻いています。この状態になっています。はい、そしてこれなんですけれども、これはですねこのようになっているんですね。これは手の
手の部分です。そしてここで三角形になっていまして、紐が2つついていますね。そしてこれがお太鼓の部分です。お太鼓の部分でこう折って中に入れるように、その都度これはやらなくてはいけないんですね。で、その都度やらなくてはいけないということは、まあ、その都度楽しめるとか大きさを変えることができますけれども、ある程度もう楽なのは出来上がった固定形で完成させておくと、もうお太鼓を作る必要がない、小だけなので、その方が楽ではあると思います。このようにしても完成させたものも作ってもらうことができます。私のをちょっと締めてみますね。私のはまずここが山なので、お太鼓の山なので、ここに枕を、帯枕を入れます。帯枕を入れてこれを背負います。この時に結局その作り帯の紐と、それから帯枕の紐と2つずつあるんですね。これをこのようにして紐で縛ります。そして紐を隠します。はい、これでこんな状態です。帯枕をしていて上からかぶさってる状態ですね。これで普通の帯と一緒の形になったので、帯揚げをしてお太鼓を作っていくという作業をするんですね。はい、これ作り帯です。何が違うのかっていうと、一枚になってないだけで切ってあるだけっていう感じがしますね。ですから帯揚げをかけて締めていく必要があります。手先の部分を止めて、そして帯揚げをかける。はい、そしてこの帯揚げを締めるのはしょうがないですね。どんな場合もやらなくてはいけませんね。これを簡略化することはなかなかできないです。はい、これで帯揚げはすることができました。で、あとはこのように垂れていますから、私は仮紐を使います。仮紐で上げます。はい、着物初心者の方とか入門者の方は、このお太鼓を上げるっていう作業が多分面倒だと思うんですね。毎回きれいにできるかどうかっていうのが面倒だと思うので、この辺を特にこだわって自分でやりたいっていう方じゃなければ、もう一体化したものを作られた方がやりやすいかもしれません。これは皆様好き好きになるので、やりやすい方と、いや自分でやりたいっていう方がいらっしゃると思うんですが、はい、あとはこう普通に帯を締めていくという作業になりますので、あとは帯締めを締めます。
はい、このようにして締めることができましたということなのです。一体化したものでしたらもう少し短時間でできると思います。いろんな工程がもういらないのでその方が楽ではあると思います。ただ帯をぺっちゃんこに戻すしまうときにですね、帯をぺっちゃんこにはできないのでちょっとお太鼓が膨れた状態の完成形として保存をしなくてはいけない、そういうことは出てまいりますね。これでできました。はい、ですから締め上がったときはもう普通の帯と同じ状態ということになります。はい、ですから153センチの方がそのお着物を着られるときにお着物としてはあんまり問題点はないんですけれども帯に関してはちょっと工夫なさった方が着やすいのではないですかと思いますし、それから作り帯を作られるというのも一つの選択肢だろうと思います。例えばフォーマルなちょっと上等な袋帯だとその作り帯にして切ってしまうのが心配とかっておっしゃる方がいらっしゃいますけれども、カジュアルなこう待ち着とか日常着になさるのでしたらそれもおすすめだと思います。それから帯締めと帯揚げに関しては特に一般的なもので問題はないと思います。それとあと帯お草履に関しては足が小さい方はちょっと S サイズがそんなにたくさんはないかもしれませんね。あとは今日の内容はいかがでしたでしょうか。皆様のご意見やご感想をお寄せください。また皆様からのご質問もお受けしておりますのでどうぞお気軽にコメント欄からお寄せください。それからアカデミーといいましてメンバーシップアカデミーを開催しておりまして、そこでメンバーの皆様とご一緒に個性と着物を知ろう、そしてもっと着物を楽しみましょうということをやっておりますので、解説欄からご覧になってぜひご参加ください。一緒にもっとお着物を楽しんでまいりましょう。今日の着物クイズです。身長153センチの方のあまり前幅が広くない方がいい。身長153センチの方の帯の前幅はあまり広くない方がいい。丸か×か、どちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。